不動産だ。なんで急に。どうしよう、5、6人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちに赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は堅気の人間だが、この店の用心棒と思ってくれていい。用心棒？誰に対してもです。立花不動産って堅気ずらしたヤクザだ。別に部外者が何用が構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色つけて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てたあんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、
この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ？もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されていったよ。次のとこ？どこだ？さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手を引けって忠告くらいだね。やるよ。目障りだ。Yeah.
違いだよ。
何？と面見せるな。よかったじゃん。ちょっと下がら。ぶっ殺すぞ俺。後悔するな。
何